こんにちは、皆さん。今日はコーヒーを作っていきたいと思います。最近ね、ずっとね、家にいることが多いので、家の中でできることといったら本当に読書と音楽と YouTube 見ると本の、あのコーヒー、あと勉強ぐらいしかやることなくて、ちょっと鬱っぽくなってきてますね。なんか日本のニュースを見るとどんどん落ち込んでくるので、最近は見ないようにしようって心がけてます。別にアベノマスクのこととか、その外出制限のことではなく、なんだろう、こうやってること一つ一つがちゃんと考えてやってるはずなのに、なんかちぐはぐな感じをすごい感じて、いやー、夏に日本戻れるのかなっていう不安もあるし、なんだろう、今空港使って大丈夫なのかなっていう。でもその結局夏日本に戻らないといけない用事とかあるのでね、リモートワークずっとやって外に一歩も出んなっていうのも限界があるだろうし、いつまで続くのかがわからないっていうのがみんな不安だと思うので、いやー、まあ誰も安定してる人なんていないんで、みんな不安定な状況で生きていくので、自分も頑張らないといけないんですけど、なんだかこうどうしようもない無力感とかがあって、現実逃避をする毎日ですね。いや本当にダメなんですけど、ちゃんと考えないといけないし、やることをやらないといけないんですけど、いや本当にね、辛いと言っても変わらないのはわかるけど、みんな辛くないですか？ステイホームって言われても、なんかなんだろうね、今までこう生活の中であったゆとり全て奪われた感じがあって、まだ台湾にいると、ただダメなのも台湾のその今の現状はすごく、COVID-19 を抑え込んでていいんですけど、なんかそれで遊びに行く動画とか写真とかを見かけて、いや今すんなよみたいな、なんかでも台湾は落ち着いてるからいいんですけど、なんかね、それもね、それ投稿して今その自粛中の人たちのその心のことを考えるとあまりよろしくはないし、まあ行くことは悪くないかもしんないけど、夜市とかなんかめっちゃ人いて、いや嘘だろうと思って、でも入り口で体温検査とか消毒とか、消毒はしてたか覚えてないですけど、ちょっとね、変じゃないかなと。成功してるからといって調子に乗ってしまうと、それこそ取り返しのつかないことになる気がして、まあ僕は本当に今週5ぐらいは家にいて、週1回とか買い物に行くときに自転車で夜のスーパーに行ったりしてるんですけど、やっぱりみんな危機感をもっと高めていかないと、連休だからって実家に帰るっていう子も結構多いみたいで、その移動の新幹線とか電車で人がいっぱい乗ってるのに、なんだろうな、僕が気にしすぎてるだけなのかもしれないですけど、ちょっとね、ストレスが溜まりすぎてきてて、ダメだな、これじゃダメだな。いや、人の行動にケチつけんなって思うけど、でもやっぱりちょっとどうかなっていう、ナイトクラブに行ってる動画とか上がってて、まあ中国の友達だったんですけど、北京のナイトクラブ、いや嘘だろと思ってマジかと、なんからちょっと僕には信じられない行動だったので、ちょっと皆さん、いろんな人の考えがあると思うんですけど、どうなんですかね、この中でナイトクラブに行くことは正しいとは僕は思えなくて、いくらそれがみんなマスクして踊ってるみたいな、いやすごいなみたいな、それはそれでなんかそこまでして行きたいかって思ってしまって、いやー、いろんな人間価値観があるんだなと思って、まあ山に行くとか海に行くのはまだわかるんですけど、まあいろいろな価値観があるんだと思って、まあ別にその人を否定することはないんですけど、僕だったらしないかなっていうのはあったり、まあと言っても僕もこの前街に出てコーヒー飲んで、あ、気をつけないとと思ってテイクアウトにしたり、いろいろ気を使うことは多いけど、
気を使って感染しないっていうのはやりすぎて潔癖症ぐらいやってても悪くないと思うんですよね。感染を広げたくないので。なのでまあ夜市に行く人もナイトクラブに行く人も別に悪いとは言いませんが、僕だったらしないかなっていう、うん、そんな気持ちです。ダメだな、イライラしてる。まあそれより美味しいコーヒー飲みたい。皆さんステイホーム習慣でゴールデンウィークもないと思うんですけど、ない？ゴールデンウィークはあっても家にいないといけないっていう状況で、皆さんどういう楽しみを持ってますか？楽しんでますか？友達はAmazon プライムに入って Amazon の映画を見たり、 Netflix とかがいいよって言ってくれて、ただ僕まだ両方入ってなくて、あと先輩からはスイッチ買って、スイッチの動物のあつ森、あつ森って言うんですか、やった方がいいよって言われて、スイッチそもそも売ってないみたいで、あつ森そんなに楽しいんですかね。やったことがないからわかんない。僕が小さい頃にやってたゲームはポケモンとロックマンエクゼと、あと何やってたっけ、あ、ゼルダはめっちゃハマってた。ゼルダのあのゲームボーイアドバンスとかのやつはめっちゃやってた気が、ゲームボーイ、ゲームボーイか、ゲームボーイのゼルダはやってたな。あとはスマブラ、64のスマブラとかもやってましたね。みんな周りが熱森動物の森、集まれ動物の森。僕、集森って聞いたら、あのソフトバンクの、アツオっていう人、あれはアツオって言ってんのか。なんかありませんでした？テレビ番組、報道のニュースか何かで。集森っていう。あ、うまい。美味しいコーヒー大事。それでは。